こんにちは。すごい題名ですよね。塾にまだ行ってんのみたいな。いやいや、お前も塾やってるだろうみたいな感じですよね。でも、そうなんですよ。塾を辞めようと思っています。というか、塾を辞めます。これはどういう意味かっていうと、もう塾っていうシステムは、時代遅れなんですよね。まあ、それはもう昔から言われてるというか、もう分かっていて、結局、ね、それこそ20年前、思い出してくださいね。20年前は、まだ Google ってなかったわけですよね。1995年に初めてセルゲイ・ブリンさんと、ラリー・ペイジさんが大学で出会ったわけですから、その時はまだ Google はないわけですよ。ってことは、今、ね、いろんな人が今 Google 検索とか自然にやってるけど、あれは20年前にはないわけでしょ。で、なおかつ2004年に Facebook が創立。ということは、10年前には Facebook すらなかったわけです。でもそれが当たり前のように今あるんだけれど、この10年、20年の間に実はそういうふうに劇的に世界が変わってる。で、なおかつこの2015年、今この動画撮ってるのは2015年ですけど、2015年には本当に技術的な革新も環境的な革新も教育的な革新もいろんなことが同時に起こり始める時期だと言われています。これは先日神田正則さんの講演会に行かせていただいた時にもお話を伺いましたが、水素でね、塩水で走る自動車ね、水素自動車はもう出てできてるんだけども、それが今度は海水で走る、それもフェラーリとかよりも全然馬力の強い車が今開発されてます。それからこの間テレビで見たのは、なんか両腕がね、事故で欠損してしまった患者さんに腕をつけるんですけど、ロボットアームでね。でもそれはその患者さんの頭の中で行われた、要は脳の信号をデジタル化して、そのロボットのアームをその思念で動かすみたいなところまで来てるわけです。だからもうそういうのが2015年っていうのは本当にこっからバーってこう、なんだろう、時代が変わるみたいな感じですよね。だからこそ多分安倍首相とかの文部科学省っていうのは、いやいやもう待ったなしで教育改革せないかんすねっていう話をしてるわけです。だからそういうことを受けて、私も今年2015年、ちょうどこの塾、まあ塾というかね、ブレイクスルーアカデミーが3年目を迎えるこの時期に、塾という概念を捨てようと思います。塾をすれば何になるのか。別に今まで通りなんですよ。今まで通りだけれど、塾っていうこのね、この言葉もなんかいかにもこれでしょ、塾じゃないですか。嫌なんですよ、なんかこの言葉前から嫌だったんですけど、塾って言った方がみんなわかるから塾って使ってましたけど、もうこれからは学習室みたいな、もうそれこそはっきり言ってしまえば、もうやる気のない子は勉強はしなくていいんですよ。やる気がない子が勉強しようとするから不健全なんです。健康にも良くない。でもやる気がある子を俺は応援したい。やる気があってなんとか成績伸ばしたいけど、なんかようわからんけど成績伸びないんですよとか、どうやって勉強したらもっとスムーズにね、成績伸ばしたり知識を頭に詰め込んだりできますかっていう、そういう、こう前向きにね、これからどうしたらいいかってことを考えてる子だけを救っていきたい。もうだけそのそういう子っていうか、むしろそういう学生という括りすらもうなくしたいぐらいなんですよ。なんで今年から有料実習室も始めます。一般の方向けに実習室を開放して使ってもらうっていう感じですよね。で、塾っていうのも、まあ、こういう言葉を連想するように、もう何かをやらされてる環境でしょ。なんかテキストを渡されて、授業をやらされて、カリキュラム決められて、何曜日の何時から やりましょうみたいなね。でもそういう勉強もしてたってラジアがないんですよ。でそういう風に誰かに縛られないで勉強できないような子なんていうのは、もうこの先全然やっていけないですから。じゃあどうするかっていうと、学びたいと思った人が本当に学べるような環境、そしてその学びの質を高めていけるような環境を私は作りたいと思ってるわけです。なんでね、この題名にもなってますけど、塾行ってんのって、まだ塾行ってんのって多分そのうち言われるようになります。そういう時代がこれから来ます。そして私は塾をやめます。塾という言葉を捨てます。塾というシステムはもう時代遅れです。塾に行ってて成績伸ばしたから何やって話にこれからなっていきます。問題なのはその先です。今回安倍首相もしくは文部科学省の人たちが考える力を大事にしましょうっていう話にしてますけど、あれは本当に気をつけないと、考える力つけましょうって言ってるのは、これ知識あってできることですからね、考えるって。
分かりますか、今までは知識 の, あの詰め込みだけをやってきたから問題なんであって、その知識をこれから詰め込んだものを今度は使っていけるようにしましょうっていうのを推進していこうとしてるんですよ。だから知識の偏重、知識の詰め込みやめて考える力じゃないんですよ。でもし知識の詰め込みをやらずに考える力だけを養おうという授業が行われるんだったら、もう教育は崩壊します。絶対に崩壊します。だって考えるためには知識が必要なの。知識がないで考えるんだったら自分の思い込みだけで論理を組み立てていくことになるでしょう。そしたらもうそれ感情論じゃないですか。ただもう理屈も何もない、ただ自分が考えたいように考えたものを吐き出していくような授業がこれからされるんだったら危険ですよね。そういうところは自分でコントロールしていかないといけないし、ちゃんとしっかり考えて自分で必要な知識を詰め込んでいく。まあ詰め込むって言うと変ですけど、要は勉強って知的情報収集作業でしょ。これは私の信奉する苫米地秀人さんというドンキの学者の方が使っている言葉ですけど、勉強っていうのはその勤めて強いるって書くから、いかにもなんかやらされてる感があるしネガティブな印象を抱くんだけれども、あれは結局知的情報収集作業に過ぎませんよねっていう、必要なことをただ覚えればいいだけの話なのに、それを勤めて強いるみたいな言葉を使って、なんかね昔のさ戦中教育、戦後教育みたいなねところで使われた名残をねずっと引きずり続けるのはおかしいでしょっていう話なんですよ。でそういうものを今まで続けてきたんだけれど、いざ蓋を開けてみたらここ数年でものすごく氷河期になってきた。就職先が見つからない若者も増えてきてしまった。でそうすると日本っていうのはこんだけ働く時間も長くて勉強する時間も長いのに、英語はね何でも勉強してても話せません。結構残業とかね、何時間もやって体壊すまで仕事してるのに、なんか幸福感ありませんみたいな、良くない状況になってるわけですよね。なのでちょっとすいませんね、説教臭くなったけども、私は塾を辞めてもう塾に行くのが時代遅れだってことにみんなに早く気づいてほしい。じゃあどうするか、この先その代替案は何なのかっていうと、自分で勉強しようと思ったらすればいいんですよ。勉強したくないなと思ってる時にいやいや勉強するのが一番良くないです。体にも良くない、精神的にも壊します。なので勉強したくない人は勉強じゃないものに打ち込んでください。それはもし暇をしてるんだったら勉強する方向に動いてください。その方が絶対です。野球が好きな人はもう野球ね、文学が好きな人は文学、数学が好きな人は数学、英語が好きな人は英語っていう風に、もう自分の好きなことをまず追求していく。でその中でもし本当に大学に行ってその先に自分の未来があるんだったら大学受験の攻略法をしっかり教えますし、教えてくれる人についていけばいい。だけどもなんかこうよくわかんないけどみんなが勉強するから勉強しようかなみたいなテンションでもう今から勉強する人っていうのはもう時代遅れというかついていけなくなると思うので、その部分を気をつけてください。なので皆さんにはねもう苦しい勉強してほしくないので、この先いろんなね時代的な変換、価値観のパラダイムシフトが起こっていきます。その時代の変化に皆さんにぜひついていってほしいし、私もついていくように努力をします。皆さんの10倍努力をして皆さんにその還元をしていきます。なのでブレイクスルーアカデミーはこの先他の塾さんと、一線を画した状態で、ね、時代の先端を走っていけるような塾にして、塾じゃなくて、そういう学習環境にしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。これからですから。